さあ、ワンナイトトーナメント1回戦第3試合です。青コーナー192センチ104.7キログラムピーター・アーツ、オランダの怪童ピーター・アーツ。赤コーナー185センチ101.0キログラム武蔵、日本武蔵。レフリー角田信明、ジャッジ水岡雅人、中川圭介、大成敦。ラウンド1、試合開始のゴングが今鳴りました。さあ、準決勝に駒を進めるのはアーツか、それとも武蔵か。左ストレート、フック、これもブロック、これは外れました。そして右、今度はハイ、今度はハイキック、そして右のローキック、ワンツー、そして右のハイ、さあそして右のハイキック、さあジャブ、あー効いた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 、かなり効いてますけどね、これは効いたか。ワンツー、そして右のミドル、聖剣突き、さあ前蹴り、右のハイキック、あーストレート、追い込んだ、ロープの手前、アーツのハイ、アーツも返す、ハイキック、ピーター・アース、左の膝、そしてストレート、右のボディ、顔打ちで返す、バックスピンキック、アーツも返す、今度は服、左のミドル、ジャブ、さあ強烈な服、さあミドルキック、これもガードの上、さあストレート、バックスピンキック、さあ残り30秒、第1ラウンド、ダウンした、ダウンした、武蔵ダウン、まずは最初のダウンを奪っています。残り20秒でダウン、さあ立ち上がったがダメージがあります。これがヤマト魂か。さあ右のミドル、右のロー、さあ第1ラウンド終了のゴング。谷川さん、ここまでの武蔵どうでしょうか。打ち合ったりもしたんですけど倒されましたね。打ち合いもありましたが決定的な一発をもらいました。セコンドアウト、ラウンド第2ラウンドが始まりました。いきなりのハイキック、左のミドル、さあ得意のフック、入ってますね、ローキックが、フロントキック、さあそして左のハイキック、さあフロントキック、左のミドル、さあ強烈なフックを放ちます。ここはカモンして返す、右のハイキック、武蔵も返す、あー右のストレート、左ストレート、右のフック、今度はフック、あーカウンター、左のローキック、今度はミドルキック、左、今度はハイ、ハイキック、武蔵、右のフック、左のハイキック、ミドル、フック、右のミドル、ハイキック、ピーター・アーツ、左、左のミドル、今度はミドル、ダウンだ、ダウンだ、武蔵ダウン、武蔵ダウン、ボブンズダウン、左、左のアップ、超満員の東京ドームが揺れています。立ち上がるか、立ち上がれるか、やはり世界の壁は越えられないのか。さあ立ち上がります、ダメージは大丈夫か。まだダメージありますね、ツーノックダウン制、あと1回のダウンで勝敗が決します。まだ分かりません、分かりません、左のフック、あと第2ラウンド終了です。谷川さん、ここまでの武蔵どう見ますか。でもよく耐えてますね、打ち返してもらいたいんですけども、もう全く何もできないという感じですね。さあ今のラウンドのダウンシーンです。ここですね、ここでダウンを奪われました。
これからいよいよファイナルラウンドに入ります。ファイナルラウンド、さあいよいよファイナルラウンド、さあどっちが速いか。さあジャブ、あっといきなりすごいコンビネーションが見られました。さあミドル、ハイキック、さあ下段回し蹴り、さあミドルキック、右のミドル膝、そして上段正拳突き、わっと左のストレート、武蔵のハイキック、左ストレート、ジャブからのローキック、アースも返す、ダウン、武蔵ダウン、ダウン、奪われた。この試合3度目のダウンを奪われた。準決勝へはいけないのか、やはり世界は遠かったのか、これでいいのか、これで終わりか。すでに右手を突き上げているがどうだ。さあまだ効いているのか、もめのダメージもあります。ちょっと効いてるかな。さあ2度のダウンでノックアウトということになります。まだ分かりません。今度ははい、もう一回、そして左のロー、そしてフック、右を伸ばす、ワンツーから左のハイキック、こちらもコンビネーションで返していきます。フロントキック、これは効いたか、グラッときている。さあ左のミドル、ワンツーから右のローキック、左のミドル、さあ前蹴り、また行きますね。今度もラッシュ、今度もラッシュ、どうしても叩き潰したいか。右ストレート、試合終了のゴングが鳴りました。さあこのまま終了のゴング、決着は判定。さあどうでしょうか、アーツかそれとも武蔵か。右手を上げながらコーナーに戻っていきます。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ水岡正人、29対27、青、まずはアーツ、ジャッジ中川圭介、29対27、差がついた、青、ピーターアーツです。ジャッジ大成敦史、28対27、青、結局3対0、20世紀最強の暴君ピーターアーツ、3対0の判定勝ちです。判定という結果には終わりましたが、谷川さん、はい、これは文句ない勝者、力を出し切りましたね。かき回しましたね。自分の K1 のスタイルを最後まで貫きました。あと武蔵頑張りましたね。敗れたもののこれからが楽しみです。20世紀最強のキックボクサーピーターアーツ、準決勝へ駒を進めます。最上ファイターズエクセス。